白くてかっこいいゲーミング PC の作り方講座。イエーイ。ほらマリサも盛り上がらないと。イエーイ。マリサ、すごくバカみたいだよ。お前がやれって言ったんだろ。今回は世界一かっこいい PC を使ってる私が、自信ありすぎてワールドカップ出れるぞ。最高の白 PC を作る方法を教えていきます。この動画を見終わった頃には、あなたもかっこいい白 PC が出来上がってることでしょう。あ、ここからは有料です。有料版は顔のモザイク外れるちゃうねん。そんなこと何も言ってないですけど、まず白 PC を作る上での心得は、妥協しないことです。やっぱりお金はかかるのか？そうだね、見た目にこだわるわけだから、普通に PC を組むよりは高くなるわけです。例えばこれはゾタックの RTX4090 なんだけど、普通のモデルは259,800円だよね。ところがホワイトモデルは264,000円。5,000円ホワイトモデルの方が高いな。ここまで来ると誤差みたいなもんだけど、基本的に黒いパーツの方が人気だから白いパーツは高くなるんだよね。これはマザーボード、ケースとかもその傾向にあるね。なので白いパーツで組むということは、それなりに高くつく覚悟が必要です。そして妥協しない心得はもう一つ。一度白で組むと決めたら全て白に。マジでこれが全てです。例えるならグラボマザー管理水冷ケース全て白で揃えたのに、メモリだけ緑とかダサくないですか？ダサすぎるぜ。高級車からユニクロ着た人が出てくるみたいな。どういうことですか？なんでわかってないんだよ。その心得に私は反しており、グラボだけまだ黒いんですよね。爪はまあまあじゃねえか。妥協に妥協を重ねた結果がこれです。世界一かっこいい PC なんて言ってすみませんでした。白 PC を進めるのにグラボが黒とか格好つかないので。最高にかっこいい白パーツを用意しました。これが私のチャンネルの最終回になるかもしれません。どうして？貯金が底をついたんだわ。もやし系ゆっくりもみじです。というわけで白い PC の作り方を伝授しつつ、私の PC も完全な白環境にしていきます。RTX4070Ti とメモリ、あとはなんだ？一つずつ説明するから待っててね。まずはメモリ、コルセアのドミネーター 32GB×2枚で合計 64GB。速度は 5200MHz です。あれ？メモリはすでに白いやつ使ってたよな？なんで買ったんだ？私のメモリは確かに白ですが、16GB2 枚で 32GB しかないんだよね。そろそろ 64GB デビューしたいってのと、いろいろ見てたらこのメモリマジでかっこよくて、欲しくなりました。欲に負けたんだな。そして目玉のグラボですが、GeForce RTX4070Ti ゲーミングプロホワイトの OC モデルです。やっと欲しかった白いグラボが手に入りましたよ。そしてこのグラボはパリット様からご提供いただきました。定番はこっちのブラックモデルなんだけど、先日満を持してホワイトモデルが発売されました。白い PC を作りたい私、白いグラボを紹介したいパリットさん、お互いに利害関係の一致したウィンウィン、これは相思相愛に違いありません。なわけねえだろ。というわけで性能とかは後でじっくり見ていきます。そして箱が2つ、でかいのが PCIe4.0 の GPU ブラケットだね。せっかくかっこいいグラボを使うなら縦置きしたいじゃないですか。性能がフルで発揮できる PCIe4.0 だな。小さい箱が16ピンのスリーブケーブルだね。もちろん補助電源も白で統一しますよ。妥協は許されません。ここからは白くてかっこいい PC にするためのコツ、そして実際にパーツ乾燥して完全体に持っていきます。最後に RTX4070Ti の性能を紹介ですね。白い PC を作るコツ一つ目は、マザーボードは白いものを買え。いやいや白 PC だからマザーも白とか当たり前じゃんって思うかもですが、これができてない人案外多いんですよ。これが私のマザーボード。これは ROG のマキシマス Z690 フォーミュラで、国内にはもう在庫なし、定価は10万円ほどします。いや高すぎるだろ。これを真似しろなんて言いませんが、マザーを黒に変えた場合はどうでしょうか。ちょっと前マザー修理中代わりに使ってた黒マザーです。これはこれでかっこいいしライティングの雰囲気も合ってるけど、白さに欠けるというか統一感がないな。マザーは土台になるわけなので影の主役、こいつを白にしないと始まらないわけです。インテルで定番のマザーだと NGXT の Z790 だったり、DDR5 対応で NGXT のケースと相性抜群だぜ。MSI の MPG Z790ADGEWiFi、Wi-Fi アンテナ付属ってのが嬉しいぜ。ROG のストリクス Z790A ゲーミング Wi-Fi D4、安心と信頼の ROG 製品。Z790 の白マザーにしてはお手頃価格だぜ。AM5 だと ROG ストリクス D650A ゲーミング Wi-Fi とか色々あるよ。最近は白 PC が人気だから、白いマザーの種類も増えてきたよな。もちろん黒でもかっこいいから、どっちが好みか考えるといいかな。次に大事になってくるのは、メモリなんですよね。さっきも言った通りせっかくいいケースいい管理水冷使ってるのに、メモリが光らない、そもそも主張の強い色なんてこと多いです。意外とメモリを変えるだけで印象がガラッと変わるんですよね。白いメモリに関してはマジ
ジで種類豊富なんで、自分の PC には何のメモリが合うか調べるのも楽しいよ。個人的に好きなのはコルセアのドミネーターかな。さっき紹介してたやつだな。そうそう、後で組み込んだ動画あるんだけど一気にメカメカしくなっておすすめしたい。ここまでは白いパーツ買えとしか言ってないけど、どれも高いじゃないですか。簡単に統一感を出す方法がありまして、配線を白いケーブルにすることなんですよね。白いケーブルが別で売ってるのか？実は売ってるんですよ。延長ケーブルって名前なんだけど、見た目を良くするアイテムとして使われてるよ。たった4000円でかっこよくできるのはいいな。ケーブルの数が少なくなるけど、安いものだと2000円台だからマジでこれは試してほしい。煩わしい配線が整ってるように見えるのが魅力だね。色の種類も豊富だからケーブルで個性が出るぜ。そして一番重要なのは、気合とハートです。今更根性論は無理があるかと。嘘です、グラボです。さっきも言ったけど私のグラボは黒。というわけでグラボに合わせてパーツをすべて黒にします。いや、グラボを変えてもろて。パソコンの第一印象ってやっぱりグラボなんだよね。いいグラボ使ってたら映えるし、みすぼらしいグラボだと、この人女性におごらせてそうだなってなります。ならないよ。人の金で食う焼肉が一番うまい。みすぼらしいグラボしてるなお前。そんな PC の顔ともなるグラボですが、白くてかっこいいグラボがいいですよね。実はあるんです。なんと29,800円。そんなわけないだろ。嘘です、実際は119,790円です。許しません。 GeForce RTX 4070Ti ゲーミングプロホワイトモデル、こいつが白 PC にめちゃくちゃ合うんですね。このグラボを持ってないとクラスで孤立することでしょう。そんな iPhone みたいな立ち位置なの？ってことで早速開封していきます。すごい、かっこよすぎる。まだ箱なんだわ。すごい、かっこよすぎる。まだ梱包材なんだわ。すごい、かわいすぎる。まだ？いや、かわいいな。パリットアンバサダーの虹のリトナっていうらしい。霊夢を起用してくれてもいいんですよ。リトナちゃんの方がかわいいからダメです。グラボ本体が鎮座してますね。ここだけでご飯3杯いけるわ。グラボはおかず定期。まずは付属品から見ていきましょうか。これは8ピン ×2 を16ピンに変換するケーブルですね。4000番台から16ピンという特殊な端子が採用されたので、16ピンに対応してない電源でも変換をかますことで使えます。私の電源は対応してるからこれは使わないね。6万円の超高級電源だもんな。そしてこれが LED 同期用のケーブルだね。これつけとけばライティングがいじりやすくなるよ。今片手で持ってるけど結構重たいね。ご会長。何戻しとんねん。深呼吸を忘れてました。うおーおー、かっこよすぎる。これが私の求めてた白いグラボですよ。模様が最高にかっこいいのと、ところどころでアルミが使われてて高級感あるんだよな。質感に関しては文句なしだぜ。バックプレートはこんな感じ。迷路みたいな通気口が特徴的だね。そこから熱を逃がしてるんだな。上部はこんな感じで、GeForce RTX の部分が光るみたい。光り方もめっちゃ綺麗だったから後で見せるね。もちろん端子は16ピン。結構奥まった位置にあるね。その隣には LED 同期用の端子もあるぜ。映像出力端子は左から HDMI。DP とここは一般的かな。正直4端子あれば困ることはないよな。ついでに紹介しとくと、これが16ピンのスリーブケーブルだよ。質感も値段相応でかもなく不可もなく、悪くはなかったかな。それとライザーケーブルの付属した縦置きブラケット。これはマジで買わない方が良かった。まあそれについても後で話すとして、とりあえずサクッと組み立てていきますよ。トラブルなしでお送りします。フラグかな。まずグラボを取り外します。1年以上使ってきた RTX 3080とも今日でお別れだね。息のいいグラボを収穫。そしたらメモリも乾燥するんで取り外すよ。例のうんちっちブラケットを用意。マジで許しません。何があったんだよ一体。そこに RTX 4070Ti を取り付けます。合体したやつを PC に取り付けるよ。ここまでは質感も良かったんだけどな。だから何があったんだって。何かっていうと、ケースの中に置くじゃないですか。これ地面との接地面が磁石になっててくっつくんだけど、特にネジ止めとかはなさそうなんだよね。つまり磁石だけで支えるってことか。そうなりますね。もちろん貧弱な磁石なんかで RTX 4070Ti の重みに耐えるはずもなく、起動中に倒れます。欠陥商品すぎる。3連ファンの重さに耐えれる設計じゃないわ。後から違うブラケットに変えました。2000円くらいの安物が一番使えたぜ。最後に補助電源挿して、LED ケーブル挿したら組み立ては完成。
過去最高傑作のかっこよさで、つい映画風の映像作っちゃいました。まあグラボとメモリ変えただけですし、どっちも新品なんでトラブルなく無事起動。いつもすんなり起動してほしいもんだぜ。今回のカスタマイズでメカメカしさが増したね。これが私の求めてたゲーミング PC って感じがする。マジでかっこいいぜ。グラボを黒から白に変えたことで統一感が生まれて、使ってるパーツはどれも一級品だから、妥協がないぜ。これ見て白い PC 作りたいって思う人がいてくれると嬉しいな。グラボを縦置きしたのも大正解だったよね。やっぱファンが見える方がかっこいいんだよな。ケース内のスカスカ感が一切消えて、詰まってる感じが男心をくすぐる。そしてパリットの 4070Ti は結構 LED 詰め込んでるけど、光り方が目障りじゃないんだよね。おとなしいふんわりとした光り方だな。だから縦置きがよく合うね。メモリもかなり高かったけど、これは買って正解だね。LED の配置とか装飾が唯一無二なんよ。機械感が増してるよな。わざわざ買った甲斐があったぜ。というわけで感想が終わりましたが、RTX4070Ti は一体どのくらいの性能なのかって気になりますよね。ってことで実際にベンチマークとゲームをして、どんな人におすすめか見ていきましょうか。まずは FF14 ベンチマークをやっていきます。フル HD と 4K 両方を高品質ですね。フル HD 結果は RTX3080 が 17,158 スコア、RTX4070Ti が 25,592 スコアと 3,500 スコアも上がりました。単純計算で 1.2 倍の性能アップだね。RTX4070Ti のフル HD はめっちゃ強い。ちなみにフル HD のスコアは RTX3090Ti 以上らしいね。なのに消費電力は RTX3090Ti が 450W、RTX4070Ti が 285W と天と地の差があるんだよね。 CPU は13世代 i7 を使うとしても電源は 850W とかあれば足りるってすごくね。頑張れば 750W でも足りそうだな。そして 4K の結果は RTX3080 が 7848 スコア、 RTX4070Ti が 8877 スコアと1000スコア上がりました。 4K は 1.1 倍の性能アップだね。 4K は正直大差ない。と言ってもここまで強ければゲームで困ることはなさそうだぜ。ちなみにベンチ中の温度は50から55度を行ったり来たりしててすごく優秀。4000番台は熱いって言われてるけど、60度超えないのは評価に値するよね。このモデルが冷却に特化してるってのもあるかも。そしてゲーム性能はこんな感じ。これは検証用 PC の13世代 i7 搭載 PC で測ったんだけど、基本的にフル HD は 300fps 以上出てて、WQHD もそれなりに FPS 高いね。 4K はちょっと低めかもだけど、そもそも 4K 画質でゲームすることないからこれだけ出てたら大丈夫。まず 4K160fps 以上出るモニターが存在しないしな。検証はこれで終わりですが、どうだったでしょうか。これ一つ買っとけばあと数年は戦える性能してたね。フル HD におけるコスパ最強と言われてるだけあるぜ。そしてやっと理想の白 PC になったね。これで胸を張って白統一した PC はいいぞと言えます。理想の環境なら RTX4090 買わなくていいのか。ちょっと黙ろうか。普通の PC 組むの飽きた。初めて PC 組むって人はぜひ白環境を真似してほしいね。それとゲーミングプロホワイト OC もよろしくお願いします。概要欄に公式サイトと購入ページを貼っておくので、気になった人はぜひ